皆さん、こんにちは。レイチャンネルです。今回は、米編漢字部首のレッスンです。雨が続きますね。皆さんのお住まいのところはいかがですかこんなに例年雨が降りましたっけ被災地の方々が心配です。それでは、今日も頑張って張り切ってレッスンをいたしましょう。 今回使うボールペンはゼブラサラサクリップ0.7です。一度米辺を書きます。米辺の説明に移ります。 一画目、二画目はカタカナのソを書くようなイメージで書くと良いでしょう。三画目は右上がりです。まっすぐ下にスライドをしてきて止まります。十 <coughs> 字路。ここの十字路から左45度に 降りてきます。で、最終格は十字路から出発でもいいですが、少しずらしたところから出発するといいですね。ここが空間が空いています。少し下から書くととてもいいでしょう。次に、米辺のつく漢字を例として4文字書きます。 今書いた4文字の説明に移りますまず粉という字です米編の説明は先ほどいたしましたので省略させていただきます上の鉢という字ですがまずこちらの角は引っ掛けてから短めに下に払いましょう下に向かう左払いになります 立つような感じで払っていくことがポイントですね。で、斜めをしっかり効かせてから払う、払ってください。下のこの刀という字ですか。八のこの屋根の下に入るようなイメージで描きましょう。っていうことはこの上の八も短くではダメということですね。 長めに鉢を書いていきましょうね。斜め下にきます。跳ねる前に中に入ってから跳ねましょう。軽く接して最終角も払っていきます。息という字ですね。水ですこちらも先ほど説明いたしましたので説明は省略させていただきます。この右側の作りですが。 書き順はどちらからですかはい。最初、縦を書くことですね。そして、横を書いて跳ねてきます。9の、9の書き順、間違えてる方が多いです。気をつけてください。横線は長めに書いて、引っ掛けてからまっすぐ降りてきます。この時、9ですが、最初はやや立つような感じで、 下に降りていきましょう。で、やっと曲がります。跳ねた上には何もない空間があるといいですね。この縦線ですが、どこまで引いていいか、横線と縦線ですが、横線は上すぎてもダメです。下すぎてもダメです。では、どこに書けばいいかというと、米辺のこちらの近くに書くといいです。っていうのは、こちらが1に対して、 3ですね。1対3の割合になるように横線縦線を書いてくるととてもいいです。ということは、9に近い、9に、9にとても近く横線を書くよりも、やや下に、米編のちょっとした近くに書くことが一番 綺麗に書けるのではないでしょうか。そして縦線を書いていきます。はい。そという字ですね。米辺の説明は省略させていただきます。上と下に空間ができています。また、こちらも右側も空間ができています。このように囲うような字では中の空間がとても大事となってきます。だいたい等しくなるように 書くといいですね。まず、縦、縦線。こちらの、ここと、この角を書いてからですが、中に入る横角を3等分するように意識して横角を書いていきます。最後は、怒った口でやや反るように書いてください。こちらがずっしり書かれていると、綺麗な字になります。はい、小という字です。こちらも、米辺は、 の、米編の説明は省略させていただきます。小という字ですが、引っ掛けてから垂直に下に行きましょう。横角は上げます。軽く接してから払っていきましょう。横角は基本的には上がります。最後ですが、こちらまで上がって右上げで書いてしまうと、 倒れた字に見えませんかなので最後だけは先ほどの「ソ」と一緒で怒った口のようにずっしりと反るように書いてくださいね。空間が右上と下が空いております。中身の土ですが、ちょっと右寄りに書かれているのがお分かりですね。 中心が右寄りになっているということを意識して土はちょっと右に書いていきましょう。次に許容についてお話をします。こちらが許容の字です。まず、こという字。2箇所あります。はい。ここが跳ねています。 はい、ここ、止まっています。このように書いても間違いではございません。次、水という字ですね。先ほどと同様、こちら跳ねています。はい。もう一箇所、ここですね、止まっています。このように書いてもいいですよ。はい。 一緒です。こちらも跳ねています。跳ねて書いても OK です。そしてここ、離れていますね。空間ができています。離して書いても間違いではございません。はい、ここもです。跳ねています。跳ねて書いても OK です。最後、ここですね。点になってます。方向が変わってますね。書き方の方向変えて書いてもいいですよ。 今日は米編のレッスンでした。いかがでしたでしょうか参考にしてくださると嬉しいです。それでは米編のレッスンを終わります。最後までご視聴ありがとうございました。